カルロス・サーベドラ・ラマスはアルゼンチンの学者、外交官で1936年度のノーベル平和賞を受賞した。ラテンアメリカ人では初めての受賞だった。妻は前アルゼンチン大統領の娘である。サーベドラはブエノスアイレスの貴族の家庭に生まれ、ブエノスアイレス大学から法学の博士号を受けた。その後ラプラタ国立大学の法学と社会学の 講師となり、後に教授となった。学者としての彼の業績は主に労働法に関するもので、労働の扱いについての国際的な枠組みの必要性を訴えた。1927年のチェントロデレジスレイシアン、ソーシャル、ワイデルトラバホ、1924年のトラテ、アンテルナシノデタイプソーシャル、1933年の コディゴナショナルデルトラバホなどの著作がある。国際労働機関の設立にも関わり、アルゼンチン国内の労働法の整備にも貢献した。1906年には政治家に転身し、1908年には国会議員となって国際問題の解決に取り組んだ。1915年には教育大臣に就任した。 1932年から1938年にかけては、アグスティン・ペドロフスと大統領の下で外務大臣を務め、パラグアイとボリビアの間で起こったチャコ戦争の調停など、ノーベル平和賞の受賞理由となった数々の業績を打ち立てた。中でも、もし南米の二国間あるいは他国間で戦争が起こった場合には他の国が特別委員会を組織して、 停戦にあたり、停戦まで両国に外交的、経済的圧力をかけるとしたラテンアメリカ付戦条約は画期的なものであった。この条約は多くの南米の国で批准された。1936年、彼は国際連盟の事務総長に選出された。1941年から1943年にかけて彼は ブエノスワイレス大学の総長を務め、その後も1946年まで教授として在籍した。ありがとうございます。